の新型すごい。エレベーターのとこです、うん、いやこっちの話だ。ローラ仕事を終えろ。はい。ハイムの旦那がお呼びだ。旦那様がですか？お前が機械に強いってのは旦那さんの耳に入ったんだよ。これがグエン様の最新式の車よ。あのロランセアックです。乗用車だってスポーツのように走らせたいっておっしゃってるのよ。すごい、ここも座席になってる。グエン様が作らせたのよ。うわ、みんなピカピカ。お姉様すごいわよ。見たわよ。戦闘機も必要なんでしょうかね。海上での戦闘も考えています。ガリア大陸が攻めてくるってんならそうなりましょうな。ですから増産路線は続けます。これで結構です。他の領地の山へ進出することも考えてくださいよ。受けたまわりましたが、本当に戦争は始まるので。噂ですよ。しかしこれを利用して工業化社会を作りたいというのが私の狙いです。さすが御曹司。ご領主の後継ぎながら時代の産業を起こそうとは。年寄りが政治と外交をやっていればそうするしかないでしょう。ん？ロランのやつが来ていたのか。ロランセアック、君は今日からこっちで運転手の見習いをやってもらう。自家用車のですか？よかったわね、ロラン。お父様、空いている時間には勉強もして大学へ行け。ラインフォード様の作る新しい時代の担い手になるんだ。その髪の毛の色。はい、思い出したんだ。コヨーテに襲われていた少年と同じ髪の色だって。ありがとうございました。打ち漏らしたので心配もしたのだがね。おかげさまでここのお嬢様方にも助けられて縁があるのならますます勉強して御曹司に恩返しをしなければな。はい、よかったわね、ロラン。でも新時代の学問というのは厳しいのよ。はそうでございましょう、グエン様。そうだが、ローラは君のお父様の目にかなったんだろ。やつには今年2年遅れの成人式に参加させますしな。お願いできるんですか？私と一緒に。外に新型を持ってきている。君の腕を試してみたいな、ローラセアック。グエン様、あれでしょ、ミリシャの飛行機部隊。ミスター君は天才的な飛行機家だ。あの速い方の機体で部隊を編成させている。アクセルを吹かして。そうだ、温度計がセンターに来るまで待って。そうそう、キエルさんはこの夏のお城のパーティーに招待します。ボストニア城のですか？もちろんです。ご両親には不都合はございませんね。娘の社交界デビューがボストニア城とは誉れであります。車だってんだから。手の空いているやつは飛行船の下へ集合させろ。はい、さあ、いいですよね。御曹司の顔を見に行くのか？父ちゃんの飛行機を買ってくれた人だからね。バカい、私がメシエの八重さんの飛行機を推薦したんだ。御曹司は金を出しただけだ。へっ、量産に入っているから数は心配するな。この車も使ってくれ。ありがとうございます。
いい腕だった。期待してるよ、ローラ。はい。バイ。ロランだろう。ロランよ。手が足らねえんじゃねえか。近づいてる今レタローだ。モーター回せ。はい、ガチャガチャすんじゃねえ。済ませるわ。ここで待っていてね。はい。行かないの。どうしてです？姉さんのパーティーのアクセサリーの買い物なんか誰が付き合うもんですか。ここは成金趣味のお店よ。ケールお嬢様は趣味いいですよ。ロランはすぐそれだ。ちゃんと暮らしてるようじゃないか。キースこそパン屋かい。ああ、フランもこのノックスで働いてるぜ。フラン泊まってんのか。行けよ。僕はビシニティのハイム家に勤めてる。ノックスの町に出稼ぎのお友達。田舎で顔を知ってるって程度の人です。よろしいですか。作文の宿題は済ませたの。もちろん。ケイト先生に叱られるのは時間の無駄でしょ。ごめんなさいね、私の都合で早く切り上げちゃって。いいんです、また来週。ごきげんよう。ミス・キエルハイム。ブーン。ロラン、いないの。してんだろう。小麦粉のひんやりした感触ってのはいいぞ。痛い。あ、うまいじゃないか。な、フランドールは来られるってさ。おう、フラン。わ、ま、女の人じゃない。ロラ、田舎者同士の集まりか。では私は始末の方へ参りますから。僕だってさ。キースのパン、美味しいでしょう。うん。フランは新聞社の印刷所で働いてんだって。そうなのよ。インクの匂いがまるで取れないの。いい匂いじゃないか。あの女、キスさせるの。でもさ、これで地球でやっていけるって自信ついたよね。よせよ、そういう話。でもさ、新聞社ならリアルタイムでニュースがわかると思ったんだけど、月のニュースって何もないんだよ。ガリアの大陸が攻めてくるって噂が出まで、月のことじゃないか。あ、そうなんだ。ロラン、あれどうなってる。大丈夫なんだろう。忙しくて見に行ってないんだ。フラットは自分でちゃんと谷に潜ったわ。見つかるわけないじゃない。何見てんだろう、あの三人。地震でもあれば心配だけどさ。車、使えるんでしょ。そうだよ、お前近いんだから見てこいよ。バカ言うなよ。
ったトラックの修理なんてさ。逆の方じゃない。ライト消した方がいいんじゃない。ミリシャの人々はディアナカウンターを見て過剰に反応してしまった。僕もホワイトドールの石像が崩れた時息を呑んでしまった。モビルスーツが現れたからだ。次回ターン A ガンダム成人式。風が吹いた。